検索も検索エンジンも全部持ってる。体の相性占い、不倫占い、ずーっとやってたね毎日。怖くていい。いつのタイミングで見んの？怖くていい。寝てるとき？うん。怖くていいから。何何？どういうこと？ねえ、なんでそこに行くの？え、だから怖いじゃん。気持ち悪いもん。もう会わないって。ね、今日以降。会うことはないけど。俺家族と仕事の往復しかしてないよ。別に押し付けてもいない。俺が最初にあなたに言ったのは、なんで連絡のまま2時になったのって聞いただけ。いつ？それが続くんだったら一緒に住めないよねっていう話をした。そしたらあなたは俺が勝手にね、離婚の弁護士つけたって友達に言うらしいけど、俺は言ってないよね。だからそれも全部そうやって見てんの？もう俺は見たくもないものをずっと見てた。ひどいの？ひどくていい。篠塚との LINE もなんで見たいの俺が。見たくもないよ。気持ち悪い LINE してるし、カップルみたいな。見たくもない。メイに将来見せれんの？それ。ねえ。メイに将来見せれんの？答えてよ。自分のしてることをメイに将来言えんの？そのフリーしてる手でよく触れるなと思って。こんだけ言っても俺にそういう風に言ってくるんだ。プライバシーがどうのって。踏みとどまろうとも思わなかった？踏みとどまろうと思ったよ。じゃあなんでだよ。俺国話からね、あなたが出てきてさ、タクシーに乗ってね、それでもね、レジデンスに行かないと思ってたから。そこで行かなくて普通に帰ってきたら、別になんか目をつぶろうと思った。でもあなたはレジデンスに行ったじゃない。って4時半に帰ってきて。もうその時点で俺はもう名誉を守ることしか考えられない。ごめんけど。俺のためにあなたの LINEを見続けたんじゃない。名誉のためにやってたの、ずっと。わかる？ねえ。人生で一番辛い2週間だった。俺は。メイの顔もろくに見れない。お俺によく言ってたよね、あなたが裏切ったら即離婚だよって、家族捨てたら即離婚だよって、家族裏切んないでって言ってたよね。あなただよしてるのは。もう俺本当は今日3日も会うんでしょこの後。俺知ってたから来たんだよ。向こう9時に総会終わるんだよね。知ってたから来たの。もうそれをね、ね、見過ごして、できたよ全然。でももうさっき目にあって、もう俺は耐えられない。何も知らないよ2歳で。仮にもあなたは世界で一人の母親よ。何やってんだよ。どうすんだよあの子。寂しかったの。寂しかったじゃない。大人だろもう。大人でも寂しいとか思っちゃいけないですか。いけないよ。いけない。思ってもいいかもしんないよ。でもやっちゃいけないことはあるよね。メイが一番なんじゃないの。なんであなたの欲求が一番なの。自分が一番じゃないよ、もう。家庭持ってるんだから。向こうの家庭どうすんの？ごめんなさい。ごめんなさいじゃないんだよ、もう。私が全部悪い。私が全部悪い。向こうの責任でもあるんだよ。ね。それぐらい私が全部悪い。向こうもね、向こうもうちに娘がいるの知ってたよね、2歳の。お願い。お願いじゃないよ。もうどうしようもできないよ。もう俺はだって覚悟を決めてここに来てるんだから。この2週間クソ耐えて。あなたのしてる涙って何？俺どんだけ泣いたと思ってる？家族を一瞬にして壊したのはあなただよ。それと篠塚ね。経営者のやることじゃないよ。なんであいつがそんな軽いか知ってる？一回リラックスをエグジットして数十億持っちゃってるから、今の企業にも軽いの。こういうことができんの。でももう遅いんだよ。ね。もう時間がない。俺ももう。